回はバーベキューチキンです。浄水で洗った鶏もも肉に塩少々かけます。胡椒少々振りかけます。ビニール袋に小麦粉を入れまぶしていきます。インダクションレンジに大フライパンをセットして、フライモード180度で鶏もも肉を入れます。エサンテオイルをかけます。蓋を閉めて焼き色がつくまで焼き、ひっくり返して両面焼き色がつくまで焼いていきます。鶏もも肉を焼いている間に、インダクションレンジに4リットル鍋をセットし、スパゲッティを入れ茹でていきます。スパゲッティを入れ沸騰させたら、インダクションレンジマニュアル3に下げて7分です。水気を切り器に盛り付けます。中ソースパンにパスタソース1/2 瓶、ケチャップ大さじ2杯入れます。ウスターソース大さじ2杯入れます。米酢大さじ2杯入れます。砂糖大さじ2杯入れ、最後にお水 70cc 入れます。インダクションレンジマニュアル8で沸騰するまで加熱。焼き色がついた鶏もも肉をキッチンシアーズで一口サイズにカットしていきます。カットした鶏もも肉をバーベキューソースにつけ、スパゲッティに盛り付けると完成です。ぜひ試してみてくださいね。